はい、皆さんこんにちは。今日も集まれ動物の森やっていきたいと思います。今日はですね、さっきやり始めたんですけど、キノコが散歩中に見つけたということで、ちょっとキノコを探す、最初に探そうかなと思います。あった！本当にキノコだ。ちょっと荷物こっちに飾ろう。わあ、すごいキノコ。あった。ちょっとイメチェンしよう。よし、かわいいかわいい立派なキノコっていう名前なんだ。すごいね。上にもあるかな。なんか上はこっち側にありそう。あった！細いキノコ。丸いキノコ。キノコ狩りって言うんだ。これだろう。このくらいかな、種類は。多分。いやー、すごいいっぱいあるキノコ。もうないかな。あ、待ちて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 。黄色はダメ、本当に。待って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 。逃した。なんて苦しいんだ。なんだあれ、このトンボ知らない。そうだ、今日から11月に入ったから虫も変わったのかもしんない。逃がすってことはだよ、多分だけど虫だけじゃなくて魚が変わったのかもしんない。まあ魚も後で出るよ。
ないかな。そうだ、そういえば昨日ハロウィンだったんです。だからちょっとハロウィンのリアクションしてみようかな。いや、これがすごい怖くて、住民がやってると。いきますね。ちょっと目が怖かったから。おうて、こんな可愛い目にしても変わるのか。かわいい。ガタガタしてる。入れ替えない。雨に前のデザインで地面に敷く。あー、間違えた。もういいや。色のやめる。消せ、消せ。おお、間違えた。今日は風が強いのかもしれないね。どうしたんだ、そんな顔して。これいらなぁ。家具でいらないもの最近多いから、それがいいかなぁ。カカオとかいらないか。いらない。花子ちゃん、新しい住民と花子ちゃん入れ替えたいわ。
うーん、でもキノコがない。うーん、キノコ見つかんないな。まあ今日はこれで終わりにしたいと思います。はい、皆さんも11月から11月だけかな、多分だけど、12月に入ったらクリスマスだから、うん、多分11月だけだけど、あつ森買ったらというか持ってる人もキノコが拾えるので拾ってみてください。では今日は終わりにしたいと思います。ではでは。